今日本には災害時のトイレが圧倒的に不足しています。災害時避難所にはたくさんの人々が集まりますが、50人につき1つのトイレが必要です。それも清潔で安全で明るいトイレが。災害時避難者数は東日本大震災で40万人、熊本地震で18万人でした。首都直下地震では700万人、南海トラフ地震では950万人とも言われています。しかし避難所に備え付けのトイレだけではすぐに満杯になってしまいます。そこで助け合いジャパンは災害派遣トイレネットワークプロジェクト、みんな元気になるトイレを推進しています。全国の1741市区町村が1台ずつトイレトレーラーを常備し、被害の大きい被災地に全国から速やかに集結できたなら、災害時のトイレ不足問題を大きく解消できるはず。いえいえ、災害時だけではありません。花火大会や運動会など人がたくさん集まるイベントでも大活躍。あなたの街にもトイレトレーラーを。